本日お届けする美女はグラビアモデルの小倉優香さん。1998年生まれ、千葉県出身。2013年、ファッション雑誌、セブンティーンの専属モデルを選出するオーディション、ミスセブンティーン2013でファイナリストに選出され、エイジアプロモーションのマネジメントで芸能活動を始め、東京ガールズコレクションにモデルとして出演することになります。2017年に高校を卒業し、4月に、週刊ヤングマガジンでは約2年ぶりの新人として、21号の表紙と巻頭、第29号の表紙でそれぞれグラビアを披露した優香さん。2020年、レギュラーを務める、あっぱれやってます、水曜日の生放送中に番組降板を直訴しました。翌週の放送では、冷却期間を置くためとして収録に参加しなかったそうです。2021年に所属事務所のエイジアプロモーションをすでに退所していることが報道され、退所後は SNS も更新していなかったのですが、4月13日にツイッターを更新し、事務所を退所したことと芸名を小倉優香、名前をひらがな表記に変更したことを発表しました。活動名をひらがなにすることは長年希望していたことの一つでした、とコメントしています。ものすごいこだわりを感じますよね。15日にはインスタグラムで生配信を行い、ラジオ番組での発言の謝罪と反省をしました。また質問が多く寄せられたという AV 出演の可能性については否定していました。AV に出るなんてことがあったら発売当日に真っ先に買いに行く自信がありますよね。さらにグラビアにおける水着姿は永久封印したことも明かしました。また、同月に格闘家の朝倉未来さんと2020年末に破局していたことが一部のスポーツ紙で報道されました。朝倉未来さん、羨ましすぎますよ。退所後の消息は不明になり、2022年7月に自身の SNS においてすでにシンガポールに移住していることを明らかにしました。その一方で、8月には都内の飲食店にいたことを女性誌が報道した。9月にはすでに帰国していることを明らかにしました。こんな優香さんをみんなで盛り上げていきましょう。このチャンネルでは日本の美女を紹介していきます。よろしければチャンネル登録と高評価、低評価でも構いませんのでよろしくお願いします。